はい、どうもこんにちは。今回もね、スーパーアニマルロイヤルのデモ版プレイしてます。で、なんかね、このゲーム結構ハマってて、いろいろやってるんだけど、結構ね、勝ちやすい方法っていうのをね、なんとなく模索してて、で、今思ってるのがね、結構ギリギリまで降りないで、もう最後のね、一番最初のことを言ってます、今。この状態で結構みんな降りてんだけど、最後までね、降りないでね、ギリギリまで降りてからやるとね、意外と生き残りやすいみたいな。なかなか死なずにトップ5入りすることが多かったんでね、今回それを、その立ち回りでプレイしていこうかなって思ってるよ。まあ理由っていうのもね、やっぱね、この降りてる最中にほら、めっちゃキルログ出てんじゃん。で、64人いたのがもう50人になってんだよ。テンポは速いんでね、まあ、本当に生き残りたいんだったらギリギリまで降りなきゃいいじゃんっていうね、ただそういう単純な理由なんだけど、まあ、そう、もう一個がね、このゲームそんなに武器集めなくていいんで、ほら、もう降りてさ、このメイン武器拾うじゃん？このメイン武器拾って、あと、直機でも切ればもう大体 OK なんだよね。で、こういうね、回復系はね、他のプレイヤー倒したらね、ごっそり落とすんでね、それ拾えばいいです。おっと、で、これレベル2。で、これでもう大体ね、装備整ったのよ。ほら、開始30秒以内に全装備揃うみたいなね。すごくテンポが速いんでね。なんかもう後から降りるデメリットがあんまないかな、このゲームは。だからなるべくね、死なないような立ち回りでね、端から端へ進んでいくみたいな。そんななんか密集地帯じゃなくてもね、武器あるんで。まあ、最悪ね、AK なくてもね、このエピックのサブマシンガンとかで、なんとかなりますんでね。これでいいと思います。まあね、この、なるべく最後まで降りずに、ギリギリで降りて、で、ちょっとしたね、集落でね、武器を見つけていくみたいな。あと、お！出ましたよ！ AK のブルー。やばい。もうこれ勝ちフラグ立ってんだけど。これはね、強いっすね。まあこれで大体近接とか負けないんでね。こんな適当なね、この家とか回ってるだけでもね、回復のジュースも溜まってくし、まあ、あとはまったりね、安全地帯が狭くなるのを待ちましょう。あと、このガラスボールね、見かけたら、これゲットしといた方がいいです。移動速度上がるのと、一応防御力も上がるんでね。かなりね、移動速度速いんで、これ、どこにあるかって言うとね、このなんか、道のど真ん中とかにね、あるんでね、この道のど真ん中に歩いてたら見つかるんで、探してください。結構な数置いてます。さあ、なかなかガスを抜けれないが、これ最速でね、こうやってジャンプしてるとね、ガスより早く走れるんですよ。で、ちょっとライフ減っちゃったんで、一個回復しておきましょうか。でね、立ち回りとしては本当にガスギリギリをね、攻めていくみたいな、そういう立ち回りです。それの方がいいかな。あんまり敵に遭遇することもね、少ないしね。で、まあ、ギリギリのラインで、おっと、いきなり、クマちゃんを倒していく。クマちゃんじゃねえ、あれ。シマジロか。お、フラグ立ったよ、これ。ダブル AK のレア。これ優勝パターンだわ。マジで。もうほんと強いんだよな、これ。死体がたくさんあるね。さあ、ガスクラウド、エリアが縮小されているんで、そのギリギリを進んでいく。この立ち回り結構ね、強いね。ほんと強いよ。後ろ気にしなくていいからね。で、桟橋を渡って、さあ、ギリ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 をね、こうやって、こんな感じで歩いていきます。あー、結構、あれかな、奥の方かな。さあ、残り10人。まあ、あとはね、ひたすら待ちましょう。まあ、やっぱね、テンポが速くていいっすね。この状態で、なんか1分とかも待たなくていいんだよな。なんか何十秒、十何秒待てばもうすぐにガスが迫ってくるみたいなね。このテンポの速さがいいですなぁ。さあ、また迫っていく。お、なに、後ろ？おっと、サクッと倒した。帝王イカ？なんか 2D のね、こういうシューティングゲーム、あんまやったことないんだけど、なんかすぐにね、慣れるんでね、多分ね、
ゲームそんなに慣れたことない人でもできんのかな。なんか FPS とかはいつもやってたんだけどね、こういう系のゲーム全然やらないんですよね、私。なんか、いろいろあるでしょ、Steam でも、こういう系の。あんまりこういうのはね、やらないんだけど。うわ、やばい。結構食らっちゃった。回復しとこう。やばくなったら無理しない。ちょっと待って、今めっちゃ見えてるし。いやー、きついな。適当に物をいろいろ投げていく。いる。黒いのいる。よし、なんとか倒した。あぶねー。ちょっとね、回復したいね。ここでジュース飲んでおこう。まあ、ここね、この辺まで来たらもうね、戦うしかないんだよね。こっから本当に、まあ、腕の見せ所っつってもあれだけど。でね、ちゃっかりね、エピックの AK じゃねえか。アサルトライフルって、AK はレアまでしかなくて、それ以上はね、M16 になるんだよね。で、なんで M16 なんだろうね。M4 じゃないんかい、みたいな。ここで、ワンチャン倒して、もう一人、はい、二人倒して優勝。いいね。いや、このね、戦術結構、まあ、1位になるかどうかはともかく、割とトップ5にはね、入りやすいんでね、ほんとおすすめですね、この戦術。皆さんも試してみてください。まあ、もう一回ぐらいね、この戦術で動画上げようかなと思ってますんで、その時はまたよろしくお願いします。